アメリカ西部のカリフォルニア州では山火事が1ヶ月以上続いています。過去最悪の規模に燃え広がったとされています。州によりますと火災による焼失面積は57万ヘクタール以上、これは東京都の面積のおよそ 2.5 倍の広さに及んでいます。山火事はこの地域名産のワインにも深刻な被害をもたらしています。最前線の現場を取材しました。行く手を阻む激しい炎と煙に包まれた山火事の現場です。被害を受けた建物はおよそ2500棟。これまでに7人が死亡しました。カリフォルニア州北部の山の中に来ています。私の後ろでは山の麓から黒い煙が上がっているのが見えます。乾燥した気候の中、熱波の影響で山火事は発生から1ヶ月が経った今も収まっていません。さらに今年は落雷が多発し、新たな山火事を発生させています。カリフォルニア州北部ナパの一帯は世界的に有名なワインの生産地です。しかしブドウ畑は黒焦げとなり、木は立ち枯れています。ジェリー・ユリアーノさんです。ここでおよそ20年にわたってワインを作り続けています。ユリアーノさんのワイナリーが山火事に襲われたのは今月25日。火の回りが早かった上に消防もすぐには到着しませんでした。As we were coming down from the hill, this entire valley from north to south was completely covered with flames. It looked like Armageddon. It was completely out of control. 山火事が発生する前は青々としていた斜面も、一夜明けると黒焦げの大地に変わっていました。ここはワインの貯蔵庫や試飲室などがあった場所です。品評会で入賞するなど高い評価を受けてきましたが、ブドウの育て方などを記録した大切なノートも焼失。わずかに残ったワインを飲んでみましたが、数週間後にはブドウの収穫を控えていた中での突然の山火事。被害は少なくとも1億円に上り、ワイナリーの再建には長い時間が必要だといいます。If we do replant the vineyard, it's going to take at least 3 years before we get grapes produced. We're trying not to like make any plans until we can see how things are going, but we really want to rebuild. 新型コロナウイルスの感染拡大で1万2000人以上が亡くなっているカリフォルニア州。毎年のように発生する山火事ですが、今年は感染対策が求められ、状況をより困難にしています。消防の前線基地には特別なテントが設けられました。現場から戻ってきた消防士の健康状態を確認するためです。一方、医療機関は今、新型コロナへの対応に追われています。こうした中、山火事で体調が悪化した人を受け入れるのは難しくなるかもしれないという指摘も出ています。
difference this year, you know, now that we're dealing with COVID-19, now going to be dealing with other respiratory conditions in the setting of the wildfires. So that's certainly something to be concerned about, that we could overwhelm our health system.